はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。今夜も東京のホテルから喋っておりますが、オリックスさん勝ちましたよね。え、まあ楽な試合ではなかったんだけど、先発サッチーが素晴らしいピッチング、まあ、初回にね、あのホームランで1点失ったんだけど、7回まで、しっかり投げて、1点、素晴らしいね、先週に続いて。で、本田くんが8回を完璧、9回は吉沢投手が、これまで完璧な投球内容で、NPB 通算200セーブ到達というね、NPB でも7人しかいないんだよ、7人目、すごいね。まあ、大卒でね、最初はずっと先発もしながらという中で、3年間アメリカでプレーをして、日米通算の200セーブは、少し前にも達成していたんだけども、NPB 通算200セーブ、素晴らしいね。まあ、そんな、素晴らしい記録もあって、まあ、打つ方はね、まあ、今日はヒット7本打つというゲームの中で、まあ、3得点、タイムリーはラオウの1本だけ、もうあと少しでホームランという惜しい打球ではあった、ツーベース。で、あとトライ君が今日先発に戻って、まあ、内野ゴロ2つがいずれも打点付き。で、合計3点だからね。で、満塁で相変わらず点が入らないね。満塁で2度、紅林君に打順が回ってくるんだけども、ツーアウト満塁からは三振、ワンアウト満塁からはショートゴロ併殺だと、いうことで、まあ、なかなかこう、もうあと一押しできればもっと楽な展開ではあったんだけども、ただまあ今日の点差2点差だったんでね、勝ちパターンの系統の中で、平野投手がセーブをマークして、まあ、昨日はね、セーブシチュエーションじゃなくて投げてくれたんだけども、今日セーブがついて、素晴らしいね、これで NPB200 セーブということになりました。今シーズンのセーブの数も15個目ということ。まあ素晴らしい安定感だと思いません？吉久投手、もう9回はなんとなくこう安心感があるよね。なんかあっという間に終わるもんね。はい、防御率も 1.17 は素晴らしい。で、本田投手が今8回に完全にこう定着する中でね、ビドルがいなくなってどうなるかなと思ったんだけども、今のところその心配はないし、で、少しこの先発やってる時はややコントロールに不安があったんだけど、今はもうストライク先行でね、どんどんいけるし、なんせ1イニングだったら速いボールがなかなか相手には打てないっていう感じですもんね。まあでも初戦を落としながらも2戦目3戦目で取ったこの3連戦勝ち越しは大きいですね。素晴らしいと思います。で、まあ今シーズンの、今週の、交流戦のこのビジター6試合のノルマが、まあ、4勝2敗、そうすれば、なんとか交流戦の星を5割に戻して残りホーム6試合というところまで持っていけるんで、とにかく、明日から広島なんでね、まあ、そこでもなんとか勝ち越して交流戦の星を5割にしてホームに戻って、でその後、まあスワローズ今日見てましても最近終盤にやっぱり強いもんね。でスワローズ3つやってタイガースと関西対決で、まあ、今シーズンの交流戦も終わるということなんで、交流戦も半分終わりましたんでね、交流戦の後半でどこまで巻き返せるか、まあ、とにかく、負け越し一つまで来ましたんでね、本当よかった、これで4勝5敗でしょ、なんとか、明日からという感じにはなりますよね、というわけで、まあ、勝ってよかった。で、今日ね、サッチが、まあ、今日9番で、セ・リーグの主催ゲームだったんで、バッターボックス立ってヒット1本打ちましたね、センター前ヒット。で、佐野君が送ってランナー2塁に行って、まあ、その後、福田宗に託したんだけども、そこ倒れて追加点はならずというシーンではあったんだけど、サッチ自らがチャンスを作るという場面もありましたし、今日は結局、三振はないのよね。すごいね、やっぱりバットには当たるんだよね。今日はショートゴロとショートフライでしょ、で、あとセンター前ヒットと。この前、トークショーで、先週の金曜日かな、土曜日か、サッチと話をしたときに、一本ね、打ちたいという話があったんだけども、去年も甲子園でツーベース打ちましたけども、今年もちゃんとヒット打ってくれました。なんかこれ見てるとさ、紅林が今日8番で、9番山崎福也でもあったんだけども、たまにセ・リーグのチームがやるような形でピッチャー8番に置いて、9番に野手というのもありかなっていうぐらいのバッティングしてますもんね、それの方がまあ野手が9番にいて1番につなげるという考え方も野球ではあるようなんでね、
まあでも良かった。それとまあ何よりももう一つはトライが今日はスタメンに戻ってきて、ヒットこそなかったんだけども、チャンスで内野ゴロを打ってちゃんと打点を稼ぐという、まあ、結局あそこで上げた打点2つというのは大きいんだよね。今日は内野ゴロによる打点付き内野ゴロが2つということ、まあ、それもそうなんだけども、やっぱりこうスタメンで、ゲームに出ることができた。あの初戦のさ、ブルーシートに囲まれて治療を受けて、ベンチに下がっていくあの姿を見ると、もうなんかもう本当心が痛んだんだけども、昨日ねグラウンドに戻ってきてくれて、今日はスタメンで出場してフルでマスクもかぶってというゲームだったんで、まあ、それは本当ほっとしたし、今後ねまだまだ状態見ながらだと思うんだけども、本当ね何ともなければいいかなというふうに、もう単純にそう思いますね。だからまあ今日トライも今日戻ってきた、サッチも素晴らしいピッチング、本田君も平野君も素晴らしい、平野は200セーブ NPB ね、ラオウにも今日ヒット3本出た。今日結局さ、真ん中辺打順の、3番宗がいて、宗、4番の中川、5番杉本、6番足立ちゃん、ここまでの4人がヒット打ってて、あとはヒット出てない、あとピッチャーポツンとサッチが1本ヒット打っただけで、だから今日はほら打つ選手が固まっていたんで、タイムリー出なくてもなんか点が取れたよね。これも中島監督の打順の妙だよね。結果的にはそうだもんね。そこ固めていたから、そこ途切れることなく、チャンスが作れて、内野ゴロでも1点入ったという打順の妙もありました。というわけで明日からはカープ3連戦、マツダスタジアムでのゲームが続きますが、頑張ってまずは初戦取りに行きましょう。まだ交流戦に入って3連戦の頭、初戦取っていませんので、一つ取ればね、随分楽になってくると思うんで、明日のゲームを期待しましょう。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。お前はですね、この後準備をして夜勤に向かいます。午前2時からのエンジェルスとヤンキースのゲーム、ヤンキースタジアムのゲームね、それ喋って、今日ダブルヘッダーで2試合とも喋ります。午前2時開始の第1試合、午前8時開始の第2試合、2試合担当、相手はマック鈴木さん。マックさんと僕は今日ダブルヘッダー、夜中から明日の昼前まで、ずっと頑張って喋りますんで、寝ようと思ったけど眠れなかったね。さあどこまでお前の体力が持ちますか。じゃあまた。よかったね、だってね。